言ったないでしょ、君。ねえ。ねえ。一回借金背負ってみろって感じだね。あいつめっちゃ悪いんじゃないけど、お前ら金持ってんで。はい。え、だから金持っても、結局人としての、あの、あれが成り立ってないじゃないですか。いや、お金があれば何でも解決できると思いますけど。ああ、そういう思考がもう、あの、なんていうんですか、世の中で言う、終わり。お金なくて人の家に居候してるだけじゃないですか。はい。はい、でも僕はこっから人生を立ち上げようっていう、どん底に落ちたり、ね、どん底に落ちたり、それこそいい時もあれば悪い時もある。それが普通の人生なんです。普通ではない、普通では多少外れても、人生の一つなんですよ。こう。でもあなたは家にいて、ね、あの、お母さんから美味しいご飯を作ってもらって、それでお金持ってるって威張ってますけど、それでお金以外に得れたものは逆に何ですか、じゃあ。いや、ちゃんと僕払ってるんで、そこは別に良くないです。いや、払ってるとかじゃなくて、別にお金持つことはいいんですけど、お金以外であなたが得たことは何ですか、じゃあ。お金以外？はい。まあ、友達。友達ってネットのですかね。対して会ったこともない、顔も見たことない、信用性もあるかどうかもわからない人たちを友達と呼んで、ってことですかね。当たり前やん。そして鍵垢流されてみたいな、あの、なんかそんな大した鍵垢流されてって誰か言えそれ俺やないかい。それ俺とダニエルやないかい。ざけんなお前、やめてくれ。殺すぞこれ。ちょっと俺の話やめてもまだいられていただいて、うん、ガイさん、まあ、それはいいんですけど、で結局それを友達って呼んでるわけですよね。だから結局、あの、なんですか、社会的に一般的に見たらあなたはお金以外には何も得れてない。社会経験も得れてなければ、人との、ね、社会経験得れなくてもお金入ったら別によくね。いや、だからそれで、じゃあ、じゃあ聞きますよ。あの、じゃあ今荒野行動やってて、荒野行動が一生続くと思いますか？思います。あ、それがもう終わりですかね。ネットですね、全掛けしてるんで、人生。その、その思考が、もうなんか、経験を得れてないなって感じがしますね。あ、そう、終わったら終わったらそれでいいよ、はい、別に。何かやる。じゃあ、そしたらその後どうするんですか？貯金したお金で株やる。そんないきなりパッてやって、パッてやって、成功しなかった場合はどうするんですか？それで、それでどん底に落ちて、僕と全く同じになったら、終わりですよね。やっぱもうそういうところが社会経験を得れてないなって僕は思いますね。社会経験してるあなたよりかはいい生活、いいお金、はい、いい友達関係、いい家にも住めて、いい素晴らしい実家に住めております。でも友達関係と言えるほどのものではないし、でかつその生活を別に今するのはいいんですけど、結局今後あなたが、あの、例えば25歳、30、40ってなった時に、今の生活をずっと送れるかって言ったら、送れる自信はあるんですか？いや、俺30になったら死ぬ予定だから、その先考えてないね。あ、じゃあさっさと死んでください、それは。もう、あの、親に迷惑なんで、生きてるだけで、あの、地球に生きてるだけで酸素もったいないんで、あの、もうそんなお金あるある自慢するなら、あの、親にお金残してさっさと死んでください。普通に、あの、いや、30までにとかじゃなくて、30までにとかじゃなくて、親も多分あなたいなくて普通の生活を送れるんですよ。あなたが生まれたことによって、むしろ出費がかかったことによって迷惑したんで。逆に俺、家賃も払ってる、食費も払ってるし、はいはいはい、はい、いや、今はそうですけど、結局その後のケツを拭くのって親なんですよ。もしあなたがね、この職業を失ったとして、で、また一から始めるって言ったら、大して学校は卒業してないんですよね、大して。いや、してます。どこまでですか？大学まで行ってます。はい、大学卒業。あ、すいません、ご年齢おいつですか？あ、今16ですね。すいません、16じゃ、今現在高校生ということになるんですけど、高校は行ってますか？行ってます。あ、それは普通科ですか、通信ですか？え、通信です。あ、まあ、高校は卒業する予定ではいる。お、大学まで卒業するつもりだけど。大学まで卒業するつもり？当たり前よ。お、それはもう普通の大学に行くつもりなんですか？いいよ。専門ですか？いいよ。通信。え？通信の大、通信大学高校。通信大学高校？通信大学高校？やめよう。
すいません、通信大学高校って何ですかね。高校ですかね、それ。あの、すいません、初めて聞いたんですけど、大学高校って何ですか。大学高校って何ですかね。すいません、初めてちょっと聞いた言葉で、あまりにもこの勉強のできてなさが出てるかなっていう。だから、あの、はい、通信行ってた高校生がそのまま大学に行きますよっていう、はいはい、ああ、それが通信大学高校なんですね。本当にそのような通信大学高校があるんですね。で、まあ結局人と触れ合うこともなく、まあやっていくってことですよね。ちなみに就職、将来就職するっていう場合は何をやろうと思われてるんですか。まあ就職ってなるとちょっとことなんだけど、はい、やっぱギャンブル、やっぱ株とかそっち系行きたいねって話は親としてる。ああ、まあ別にそれはいいと思うんですけど、それでもしあのゼロになった場合はどうするつもりなんですか。まあゼロになった場合はまあ借金して返すぐらいかな。まあ、借金して返すと今簡単に言えるんですけど、実際借金を負うのって結構難しいんですよ。盗めば全部解決するでしょ。はい。盗めば、いや、もうびっくりすぎて聞き返したんや。え、盗めば。やっぱそういった点であなたは荒野行動でお金以外何も入れてないと思うんですよ。その盗めばっていう思考から、と一般の人って盗むっていう思考に当たらないんですよね。分かってるのが何ですか。公約コードで気づいた友達を騙し取ってお金を取るんだよ。それ友達って言いませんね、じゃあ。なおさら。友達って言えないし、かつ、お金を騙し取るなんて、あの、むしろあなた公約コードやって、あの、マイナスでしかないです、ね。そうそうそう。もっと言ったら大丈夫。いや、公約、戦略だから、俺の人生、文句言わないとし。いや、戦略とかじゃなくて、結局、それって、あの、マイナスでしかないし、あの、逆に、そう、親に迷惑がかかることです。いや、かかんない程度に言ってましたから。かかんない程度とかじゃなくて、かかる行為。あ、すいません、皆さん。ごめんなさい。もう、動画的に2本分いったんで、ちょっと締めの1分でお願いします。すいません。だから言ってやつ。もう締め。もういいですか、もう締めの1分なんで、もうみんな大丈夫ですか。大丈夫です。だから言ってよ。で、結局、プリーメさんはここで何も入れなかったっていう解釈でよろしいんですかね。お金以外は入れなくないですよ。だって、はい、公約コードで築き上げた友達、あ、もうちょっと締めなんで、まあそういうことにしておきましょうか、ダニエルさん。そうですね、そうですね。もうしょう、あ、でもダニエルさんに言うことはもう皆さんないですよね。あります。あ、どうぞ、はい、どうぞお願いします。え、言っていいですか。はい、どうぞ。なんか、はい、なんかさっきから話聞いててもちょっと思ったんですけど、なんか、はい、なんか痩せれてもないのに、はい、なんか痩せる言ってて、はいはいはい、できてないのに言うのは、はい、なんでなんかなと思って。そうだそうだ。え、痩せる、え、どういうこと。痩せるのに、え、なんて言うの。いや、なんか、はい、痩せるなんか特になんかどういう、はい、努力でどうにかできるって言って、はい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 、なんかで痩せるって言ってるって言ったじゃないですか。ああ、はい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 、はい。なのになんかそういうのはやっぱ痩せてから言ってもらわないと説得力がないというか。はいはいはい。あ、でも、あの、そこの、あの、なんですか、論点に関しては、あの、なんですか、痩せれるか痩せれないか、身長伸ばせるか伸ばせないかなんですよ。ちょっと今説得、あ、はい。なんで、僕に関しては痩せれるか痩せないかで言ったら、まあ痩せれるじゃないですか、極端に言えば。でも今の時代的に一応身長も、あ、違います、今の現状言ってるんじゃなくて、例えば今後とか、例えば身長って伸ばせるか伸ばせないかって言ったら、そんな伸ばせないじゃないですか。いや、伸ばせますね。今どうやってですか。じゃあ、え、今手術でも何でもあるんですよ。ん、手術とかで今伸ばせる人。あ、だからそれは人工的にってことですよね。それ言ったら痩せるのだって人工的に脂肪吸引したら痩せれるじゃないですか。でも、はい。やっぱでもはい、それはお金が今あれば何とでもできるんで、そういうので。で、タクとか今お金あるんで、はい。せいで、
じゃあそれを言ったら、じゃあそれを言ったら、なんで今痩せないんですかって言ったら、じゃあなんで今身長伸ばさないんですかってなるんじゃないですか。いや、だから、ただ身長が別にいらないって気にしてないって言ってるんで。じゃあ、そんな言ったら、俺もじゃあ別に今の体型のまま満足してるから、別に痩せたいと口で言うけど、痩せてないですっていう。でも痩せたいって言ってるってことは、まず。だからそれ言ったら、タクも僕が見てる限りでは身長伸ばしたい言うてるから、っていう感じになって、結局、あれじゃないですか。口だけで言って、どっちも終わりみたいな。だ極論自分でどうにかできるかできないかじゃないですか。人工的にやるんだったらそんな脂肪吸引だってやるし、身長なんて手術で伸ばすしみたいな。でもやか言ってるんですけど、はい、お金ないですよね。だからそれこそ別にやろうと思ったら借金してやればいいじゃないですか。やろうと思ったらって言ったら何でもあるじゃないですか。そんな、それをだからお互い様じゃないですか。だから話が、拉致が開かないから、それ自分でできるかできないかって話じゃないですか。身長伸ばすのって自分でできますか。もう死んだこれ絶対。身長だけど、そう、ちょっとこれもう死んないマジやりたい。やろうぜ、ここ。いや、でもここおるんよね。いや、右行ってね。とりあえずまとめると、ダニエルさんは海岸来るからちょっとやばいです、ね、ダイエット成功してから喋ることですね。海岸来た、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 まあ、もちろんそれもあると思うんですけど、やっぱまあ、まあ、自分でどうにかできることはやる。とりあえず締めに僕の懸垂ボトマっていいですか。あ、いいですよ。はい、はい、まあ、締めは僕の懸垂いっちゃいますか。はい、はい、あー、かっこいい。おいし、はい、はい、かっこいい。いい背中ですね。終わってきました。はい、はい、ありがとうございました。やったー、2本分終わった。